体でも通常行くとき、うん、荷物は結構背負ってますよね。私はね、しょうがないの。何キロですか？シェルパー雇うんだから、シェルパー荷物出せちゃいます。え、でもシェルパー雇ったとゆえ、しょえますよね。お金ぐらい、お財布ぐらいだとしたら、じゃあ、キロで言うと、あ、1キロもない。あ、しょうの、うん、それで、シェルパーに持たせるのも5キロはない。あ、そうですか。嫌がられると困るかも。甘みと、水と、ちょっとした行動食は、うん、あ、そうですか。自分が持ってるのが一番いいね。あ、やっぱり何かの時に、なるほど。でも雨具とかそこら辺もシェルパーに持ってもらう。持ってってもらいます。もうだって上の方行ったら繋がってるんですよ。あ、そうか、いらない。あ、なるほど。そうか、みんなね、余分に持っていくんですよね。そうですね。万が一って持っていって、それよりか軽くして早く行くっていうのがいいですね。でもさすがに靴とかちょっと重いですよね。重い重い重い。靴とか大体3キロぐらいなってるんですかね。はい、もうだからゆっくりになっちゃう。やっぱり。賛成多数。